19世紀末から20世紀初頭頃、ココシ肉を着た少女、ソフィア・イワノブナ・クラムスカヤがシンプルなコートココシ肉のタチアナ・ニコライブナ王女。1904年頃、ココシ肉は、ロシアの女性の伝統的な頭頂部につける装飾品である。ロシア帝国以前、既婚女性が帽子の代わりに、 ここし肉を着用した。多様な形状がある。18世紀に貴族階級の着用が禁じられたが、19世紀から20世紀初頭にかけては女性の宮廷服に取り入れられた。さらに、英国王室との隕石関係からティアラの衣装として他地域にも影響を与えた。1888年に英国王大使アルバートと、 アレクサンドラの結婚25周年の祝いに、ココシニクティアラが献上された。1903年2月に、ロシア宮廷で、ロマノフ朝開脈290年を祝した、壮麗な仮想舞踏会が、東急殿で催され、皇帝ニコライ2世をはじめ皇族、貴族らが17世紀の紛争をした、写真資料が多数記録されている。この舞踏会の様子は、後世、トランプや、 スターウォーズシリーズの衣装に影響を与えた。アレクサンドラの妹は、ロシア皇帝アレクサンドル三世の子を、マリア・フヨドロブナであった。1613年、ミハイル・ロマノフの皇帝即位から起産。ウィキメディア・コモンズには、ロマノフ家の仮想舞踏会に関するカテゴリーがあります。ウィキメディア・コモンズには、ココシニク・ティアラに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。